美人か。2、3年前に買ったお守りを今日はちょっと納めに来ました、ね、ヘビだ。自然とできたもん。なんだ、うん、すごいね、めっちゃ綺麗、ね、目的地は左側です。お疲れ様でした。牛タン弁当買ってきました。オン！イエーイ！イエーイ！また牛タンだぜ。疲れ続く牛タン。それがテールスープ？これテールスープ。いや。スープがついて。ドドーン。ドドン。牛タン。牛タン。スタンド。ジンチュウ。パン、パン、味噌ね、どれがどれだか分かんないけど分かるでしょ。いいよ、食べよう、はい、これは、まあ、いいや、これタンっぽいよね。そうだね、それタンだね。じゃあタン、いただきます。うん、肉の部位で一番好きかもしれない。タン、うん、食べました、うん、美味しかったね。ごちそうさまでした。美味しかった、うん、タン塩かな。うまや、うまいね。美味しいね。それも結構こうリーズナブルね。あれで1200円だもんね。やっぱタンだけあってこう噛めば噛むほどこうね味出てくるよね。ね、美味しいわ。明日も牛タン食べて。え、ダメ。よし、ダメです。2日連続食べたからダメです。すいません。ということで美味しかったです。はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。はい、やってきました。びっくりした。はい、やってきました。瑞巌寺。瑞巌寺大釜神社です。塩釜神社でした。河津桜。あ、これ河津桜、うん、え、なに、じゃあ静岡から持ってきたの。そうだね、だよね。綺麗ですね。
八重紅しだくら、だくらって言った八重紅しだれ、なんか必殺技みたいじゃない、八重紅しだれ。神社に行くと落ち着く、気持ちがこう静かになるっていう、イライラしない。和歌山でめっちゃイライラしてたけどね。なで牛、商売は牛のよだれとあるように、牛はなでるとよくよだれを垂らすところから祈願奉納された、心の中でなでてください。YouTube 収益か、イエイ。なんかそれ、ね、みたいな。何神社、今回終わりました。はい、桜綺麗だね。ね、ここいろんな桜あるんだ ね、いろんな種類の桜、今は多分変わず、そう、よくわかんない濃い赤い桜がね、赤い桜、めっちゃ綺麗、ね、ここが一番早いのかな、もしかして早いかな、変わずだから早いか、まあ、まだ4月だけど、4月の今、何日、上旬、上旬だからもうちょっと、今日6日、だからもうちょっとすれば多分綺麗に、見れると思います。はい、ということでまた、はい、バイバイ。